まあここに繋がるよね。ここに繋がったんだね。You are bloody、なんとか Never make me do some kind of うんたらシング。これはなんて言ってんだ。お前の血は何色だと。ちょっと違うか。まあこんなこと二度としたくないっつってんだろうな。ごめん。少し休んで乃木さんを待とうか。チャプチャプと水の音がする。あの、兄ちゃんの話聞いてもいいですか？どこで知り合ったとか、なんで髪の毛赤くしたのかとか。ふん、家族なのに知らないのか。ロッティ。すいません。手紙には書いてたんですが、一度も帰ってきたことがないので。実家から接触があった時は、よく荒れてるよ。すみません。あの、僕もどっちかというと、もちろん乃木さんの味方だよ。でもこの子が乃木さんにとって敵なら、連れて逃げろとは言わないんじゃないかな。僕らに頼んだ時点で、乃木さんはこの子と僕らが話をすることも分かってると思う。だから話してみてもいいんじゃないかな。僕を嫌っていた乃木さんが、僕を助けてくれたみたい。そこまで言うな。まあ弟のことは嫌ってはいるけど大事には思ってるっていう、やや矛盾に生じた感情があるんだろうな、乃木さんにとってはな。まあほんと仲良かったもんな、未稽古関係以外だと。知り合ったのか？乃木が、まだ中学生の頃だな。交換留学できたあいつが駅で道に迷っているのを助けたのが始まりだったよ。中学の頃からか。っていうとなんだかんだもう、7、8年近いのか、そこまで行かなくても、か。最初から友達だったわけじゃなくて、むしろ出会った当初はちょっといがみ合っていたけど。まあ別にシャルロットもね、そんなコミュニケーションを取るのが好きなタイプではなさそうだしな。乃木は相当荒れていて、誰かで構わず喧嘩するし、ルールも守らないし、そりゃもう問題児だった。まあいろいろあって、今はルームシェアして一緒に住んでるが、兄ちゃんが留学って連絡が来た時、兄ちゃんの担任がうちに許可を頼みに来たんです。あの子は本当はいい子なんです。問題行動もやめて、勉強を頑張って取ったチャンスなんです。どうか認めてあげてください、って。これに関しては単純に、その、乃木さんのことを思って中学の先生が言った可能性もあるし、留学っていう手を取って問題児をどっか遠くにやりたかったっていう二重の考えが取れるね。どっちかどうかはわからん。だから留学先でそんなに荒れてたなんて、今聞いてびっくりしてます。僕は、この僕っていうのは家の事情があって、そうなっちゃったんだけどね。あ、すみません。ちょっと変な人だと思ってました。素直でよろしい。まあ、変か。そうだな。まあ、それは置いといて。この家の事情のせいでトラブルがあって、生きるか死ぬかってところを、乃木さんに助けてもらったんだよ。その時本当は乃木さん、はじめ僕のことが嫌いだったそうなんだけど、ああ、確かに会う前はそういうことね。余計なことしてくれちゃって、みたいな。今はだってね、お手紙のやり取りする中だもんね。よくわかんないけど気に入ってもらえて、それに僕も命の恩人だし、それから交流を持ってる感じだよ。僕も普段は日本にいるから、手紙とたまに電話だね。そうなんですか。教えてくれてありがとうございます。髪の毛の色。僕も理由は知らないな。ロッティは知ってる？ああ、まあ一応。あれはまあ昔からってわけじゃなくて、市松とノーマがサークルに加入してからだな。水地とノーマさん？あ、ごめんね。水地は市松人形みたいな感じで、すごーい家のお嬢様なんだ。日本人だよ。ノーマさんが確か水地の付き人だったかな。赤くてふわふわの髪に黄色いカチューシャをつけてて、無口なんだけどすごく綺麗な人。あの女はイギリス人だ。それで、今ノーマを赤い髪だと言っただろう。一言で言えばそれが理由だな。真似したってこと？いや、違うね。赤毛は差別の対象になるんだ。え、綺麗なの？理由は俺も知らないけど、赤毛というだけでからかわれたり、
ちょっかい出されるんだよ。ノーマが加入した頃、ちょうどそうやって絡まれているところを、乃木が見かけてね。お、階層は敗北クラブ。乃木さん、いや、黒髪の乃木さんは乃木さんらしさ薄れるけど、これ、いや、かっこよくない？私まだ気持ち悪いスイッチがあったぞ。そこのガキども、バケツなんか持って何してんの？ノーマさんが水浸し、上から水かけられたか。あれは、あいつ、ノーマだっけ？あの市松人形みたいな新入りに、いつもくっついてるやつ。お姉さん、なんで水かけられてんの？お気になさらなくて、結構ですわ。バカ、多分赤毛差別だろう。赤毛差別？髪の毛の色なんて生まれつきじゃん。そうだな。ちなみに肌も生まれつきだ。なるほどね。ふんふん。お前らの顔、大覚えだ。悪い顔してんな。ねえねえ、どう？似合うっしょ。あれ？俺には水かけてくんないの？すっげえいい顔してんな。テカテカしてんね。昨日の女とほぼ同じ色してんじゃん。お前らの大好きな赤毛だよ。黄色いカチューシャもこだわってみました。あ、そう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 。あの、なんだ、メッシュっていうのか？ああいう一部だけ色違うの。あれがすごくカチューシャっぽくてノーマさんっぽいなとは思ったんだけど、そういうことか。助けるためなのか、まあ、この、なんだ？あいつらを懲らしめるためにしたのかわからんが。僕たちなんで下向いちゃうの？怖くなっちゃった？泣いちゃう感じ？昨日は女だから強く出られたけど、今日は相手が男だからビビっちゃってけ？赤毛のお兄さんに絡まれて、怖い怖いね。乃木のやつ。生き生きしてるな。おい、乃木、そのくらいにしなさい。警察を呼ばれるぞ。しょうがねえな。赤毛で女だからって、うかつに喧嘩売ると、こういうこともあるって覚えとけよ。バイバイ、ハーバーナイスデイ。ま、そういう感じだな。ひどいや。いや、まあ、乃木さんらしいというか、でも誰かのために自分ごと変えるなんて、なかなかできないよ。かっこいいお兄ちゃんだね。あの後しばらくの間、悪ガキたちの顔を見るたび、絡んで泣かせたけどな。まあ、乃木さんらしいっちゃ乃木さんらしいかな。めちゃくちゃ根に持つタイプだな。どうしてこの村へ？ユーはどうしてこの村へ？はあ、本当に何も知らないんだな。ロッティ。お前と乃木には姉がいただろう。その姉が、まあ、透けた白猫を連れてたくらいなら、信じるか、通じるか。姉の霊が、地獄の鬼とやらに囚われてしまってる。それを何とかして助けるために、ここまで来たんだ。今わかってるのは、セタロウとかいう子供が、地蔵を社に戻してほしいと言ってることくらいだ。それをすると姉ちゃんが助かるんですか？瀬太郎さんはお姉さんを助けたいって言っていたから、きっと何か理由があるんだと思うよ。でも確か、数年前に村のお地蔵様はお社ごと撤去されました。中身が消えたからって。え、そうなの？どうしよう、乃木さんに早く伝えなくちゃ。何を話す？で、これはとりあえず話は終わった感じか。ロッティ大丈夫か？うん。少し落ち着いた？ロッティ本編始まってからいいとこないよな。他のオカルトクラブの子たちはなんだろう、自分たちの分野で活躍してるところはないでもないんだけど。まあでも、ロッティはな、そう、ユイちゃんだけかなと思ったけど、本編始まってよくわかるけど、やっぱりロッティって呼ばせてるだけあって、乃木さんのこともめちゃくちゃ好きだし、逆に乃木さんもロッティのことは、多分すごく信頼してるし、多分、ロッティが一番多分信頼してるよね。
のびさんはね、逆もまたしかりかもしれないけどね。ブハー、ゲホ、ゲホ。ギャー、びっくりした。でも、のびさんの真意は測りかねるか、ゆいちゃんのことも信頼してるかどうかっていうとちょっと微妙なところだよな。ある一線は超えない感じ。信頼の。ちょっと海水飲んじまったわ。兄ちゃん、大丈夫だった？ああ、まあ。ちょっときつめにお灸は据えてやったけど。よかった。のびさん、あんまり一人で無茶しないだろ。ゆいの言う通りだ。ごめんね。ところで、ここって昼間の洞窟の奥だよね。洞窟通らないと外に出れねえのかな。多分そうだと思うよ。暗闇の洞窟を歩くのは危険だけど。まさか明るくなるまで待つのか。今度は朝になっても消えたりしないだろう。明るくなればなるほど危ないと思います。村の人たちが総出で僕たちを探しに出るでしょうか。おお、賢いっぽいこと言うじゃん。兄ちゃん。それじゃ暗いうちに動くのが良さそうだね。みんなで手を繋いでいけば、はぐれたり転んだりしても置いてけぼりにはならないだろうし。じゃあ。その必要はございませんよ。誰？やっぱプリンのお化け。私どもが皆様を社までご案内いたします。さあ、ついておいでくださいまし。誰？何あれ？どうする？ついていくのか？僕はいいと思うよ。悪い人って感じがしないし。僕もお姉さんと同意見です。お姉さんって呼ばれちゃった。はいはい、よかったね。で、ここで集合と。あ、鉄パイプ持ってる。鉄パイプ持ってるね。じゃあ道具として手に入ってるのか。あ、そういうことはない。もう完全に体の一部となったか。あ、しっくりきてる感じかな。よし、とてもとてもいいセリフだね。てか、ゆいちゃんいなかったらさ、エイジとか胃に穴開くよな。このコンビというコンビでもないけどね。カルテとか読んだよな。ついてってみようか。これは、暗いのでどうぞ、ゆっくり歩いてくださいまし。プリンじゃない。アンドンのお化け。確かに。あの道の社は、あぜ道の社は撤去されましたが、神社の、それこそ神主しか知らないような場所。そこでひっそりと社だけ保存されておりましてな。神主、うちの父のことですか？その通りでございます。あの方には私、恩がございます。本来ならば私のようなあやかしが、あ、やっぱ妖怪か何かか、人ではない何か。こうして人に手を貸すなど、あってはならぬことでございます。そうですが、今回は特別なのでございます。妖怪に慕われてるけど、人間の息子には嫌われている。お父上のことを強く恨んでいらっしゃいますが、娘を生贄に差し出し、自分にも仕事を強いた。なぜ村人に抵抗せず、されるがままなのか。いつか弟にも辛い仕打ちをするのではないか。でも行動できずにいる自分が腹立たしいと思ってらっしゃいますが。余計なこと言わなくていいから黙って案内してくれ。失礼いたしました。まあ案内料とでも思ってくださいし。話し相手などなかなかいないものでございますから。地雷を踏んだね。でも、多分おやすさんは悪くないんだと思うけど、確かに真意は測りかねるんだよな。なんでどうして？洞窟を抜けるとそこは浜辺でした。普通の道を通ると村人に見つかってしまいますね。私どもが使う道を用意しました。下に入り口を用意しましたので、そちらをお通りください。そんなどこでもドアみたいな。進んだ先でまた別のものがご案内をいたしますゆえ、ご安心くださいまし。生きている人間を通すのはいつぶりでございましょうか。過去通したことはあるのか。それこそあれか、乃木のおやすさんか。
通の道を通った。ああ、これは一緒か。なるほど。道をご用意いたしました。水の中通るわけではないのか。これか。怪しいね。どうして水の中に。うわ、眩しい。ここは海底？でも息ができる。眩しいの？どうなってるんだ？ジャパニーズホラーにしてはジメジメしてないな。偏見。みんな息はできる。これはあれか？小さい頃乃木さんがお姉さんに会いに行ったとこの感じか。なんか左側が。なんだこれ。見ている。いつも。怖いよ。さっきはよくも食ってくれたな、おい。手前のはなんだ、ワカメ、サンゴ礁。人で、進んでいけばいいのか。お、奥の竜宮の使いっぽいやつは見たな。なんかいた。今のは、多分この村に伝わる海の神様です。二つ結びの人魚の神様が、この村の信仰なんです。ずっと昔に村の危機を救ってくれたって聞いてます。ただ、そうして村を守るために、生贄を求めるって。生贄を渡せないと、海が荒れて、どうしようもなくなるんだそうです。だから姉ちゃん。村を守るために、生贄。背中で語る。どういう顔をしてるんだろう。違う。荒れた海。あの時私は打ち上げられた。飢饉で限界を迎えていた村人は、これは魚だと、私を人ではないとして、食べた。え、本当に人魚だったのか、それとも、こいつは人魚だ、人魚だって言い聞かせてみんなで人を食ったのか。どっちの可能性もあるか。怖くて言いたくて、何度もやめてと叫んだ。村人は冷静で、生の肉を食べることはしなかった。目の前で自分の肉が焼かれるのを見た。笑ってしまった。笑う私に村人は怯えた。私を殺したのは彼らなの。私が怖くなった村人は、私を人魚として神にした。僕の聞いている村の歴史と違う。でも、きっとこっちが本当なんだろうな。で、都合のいいように歪めたと。まあ、こういう話はまあ割と聞くんだけど、デブレサックよりひでえや。海が荒れるのは私のせいじゃない。ただ海が荒れるだけ。神のせいだと言うなら、海が神なのだろう。神を作るのはいつだって人だ。あなたはどうして今、僕たちを助けてくれるんですか？昔、気まぐれで溺れた子供を助けた。その子供が帰ってきた。私の代わり、この村の神になる。それはどういう？溺れた？それは姉ちゃんの話か？それとも、乃木さんの話かな？乃木さんも海の中こうやって入ってた描写みたいなのは、あったっちゃあったような、人玉と、これは何？あなた方がマロード様でね、客人ってこと。今度はあたいがマロード様をご案内いたしんす。ケラケラ、あたいについてきておいでなんし。これ、結構火の玉か、あたって大丈夫？あ、大丈夫大丈夫、消えたりしたかった。こっちに来いってか、嫌だね。あ、通れねえや。あたいは京都から避難した。ほら、新見なり会社の。そうそう、そこから派遣業なんすか。あー、大変っすね。心中お察しいたします。なんか右にいるな。マロード様はネズミの天ぷらお持ちじゃありんせんか。あたいネズミの天ぷら大好物なんでござんすよ。は？僕をあげるのかい？こいつは犬の天狗で、愚品と申しんす。宗教が違うって？マロード様、ご存知でしょ？神仏集合ってやつでござんすよ。宗教の違いなんて些細な差でござんす。
カッパなんてあれ、どこの宗教だかわかんないでしょ。ケンケンとやかましい狐じゃ、カッパに宗教も何もあるのかな。いや、あるのかもしれんな。そこなまろど、偉いものに見入られたな。わしは山のものゆえ手助けはできんが、良き道へ進むよう助言はできようと。社の裏を調べてみるがよ。おお、なるほど。ああ、これ同じ話になっちゃうか。っていうか、お稲荷様だったら、油揚げか何かなんじゃないかなと思うんだけど、ネズミか。こっちは？あらまあ、こっちじゃなくてあっちの道でござんすよ。気になるなら寄り道しても値はようござんすけどね。あ、別にいいんだ。こいつ大丈夫？止めるってことはなんか、すごい強力な裏ボスとか。猫の匂いがする。猫の匂い？ミケットかな？お前猫が嫌いなのか？いや、好きだぜ。うめえからよ。猫はどこにいんだい？猫の幽霊も食べるのか？あ？なんだ、死んでんのか？じゃあまずくて食えたもんじゃねえよ。とっと消えな、かじっちまう。これは何？イタチか何か？かまいたちとか？なんかすごい妖怪っぽいの出てくるけど。いやー、なんか作品がだいぶ変わった感じすんね。マロド様方、なんだか変な経験がありんすね。西洋のもののけは大層朝日に弱っちいのでござんすね。確かにあたいらの中でも、悪しきものは朝日が嫌いでござんす。性分でしょうかね。日本ので朝日に弱い妖怪ってなんだろう。パッとは出てこないな。そういえばマロド様方、びしょびしょでござんすね。あたい、キツネビ、まだ練習中でありんすが。ええ、じっとしておくんなし。あら、珍しく大成功。運がようござんした。失敗する可能性もあったんだな。成功してくれて、ありがとう。失敗したら服が燃え尽きるやつなのか。まだ続く。カッパ？皆様おなじみのカッパでござんすよ。近づくと引きずり込まれてしまいんす。気をつけてくんなまし。シリコ玉？そう言いますれば、カッパの子供が人間に働かせてるっていう噂は本当でござんすかい？報酬はカッパ巻きだそうで、あたいは稲荷寿司がようござんす。あー、カッパ巻きというか、寿司をね、めっちゃ作らされてるんだよね。グラブルで見た。神様ってね、人が作るんですよ。人に信じてもらえなきゃ、あたいみたいなのも全部、消えちゃうんです。人に信じてもらってっていう話はまあ聞くっちゃ聞くね。忘れ去られたらもう存在が消えちゃう。この先ご神域、立ち入るべからず、と、下文字で書かれている。暗くて見えない場所があったりして、そこに何かいるかもって思うでしょ？その時その何かは生まれるんでござんすよ。それがあやかしや神様になるんでござんす。ああ、なんかすごい不安定な存在だよね。でも一度大衆に認識されてしまったら一生って何こいつ？え？竜？こいつはいつまでという会長でござんすよ。いつまで、いつまで、放っておくのかと、人を責めるもののけでござんす。10年くらい前からこの辺に現れたんでござんすが。今夜は嫌に静かでござんす。魔道様たちのおかげでしょうか。いつまで、いつまで、いつまで夏休みの宿題を放っておくつもりだと。そろそろ締め切り間近だと。擬人化って言うんですかね。お父様はあたいらのことも自分と同じように扱ってくださいます。だからあたいらはいられるんです。まあそうだろうし、普通に見えてんだろうね。お父様っていうのは多分、乃木のおやすさんなんだろうが。あ、ここでも調べられるのか。10年くらい前からっていうと、なんか乃木さんの一連のあれに関係してるんだろうな。これが、おやしろ様。なんか喋んなさいよ。ヤシロの裏？何時人に渡すべきものあり。何時別れを惜しみ大切にすべし。はぁ、あ。渡すべしもの？別れを惜しみ。誰が誰に？どうしたら？
ん、何かある。三枚のお札を、おお手に入れた。お札、とりあえずまあセーブしとこうか。お札、何か温かい感じがする。連打はできるけど、使えるっていうわけではない。渡すべしものあり、別れを惜しみ大切にすべし。ほう。どういうことだ？これがセタロン？古びてはいるけど、綺麗だね。きちんと手入れがされてる。セタロンの地蔵を社に戻した。あ、エイジは見るの初めてか。セタロン兄ちゃん、あんたが地蔵菩薩なのか。セタロン兄ちゃん。違う。僕はもっと昔の飢饉で、生贄にされた。でも地蔵菩薩様が救ってくださった。それからお手伝いをしてるんだ。サイの河原の子供たちを救う。でも、レイ姉ちゃんのことは、なんか直に救おうとしてた感じはしたけどね。そもそも生贄にされないように。それはなんだろう、お手伝いの範疇超えてんじゃないか？体を戻してくれてありがとう。これで連れて行ける。あの子。あとは、鬼の、極卒の目をそらして、少しの間でいい。あの子、助けられる。社の手入れはずっと、お父上がしていらっしゃいます。守ってやれなかったことを悔やみ、せめて魂は救われるように、と。その深く強い気持ちが、瀬太郎様に力を与えているのでございます。山に、海に、物に、生き物に、常に敬う心を持ち、正しく礼を持って接していらっしゃる。だから我々も、お父上のおかげで、こうして存在しているのでございます。あなたの持っている、うさぎのぬいぐるみと同じように、あのロッティが作ってくれたってやつかな。ただお父上は、いろんなものを大事にするあまり、我が子の扱いだけは、どうしてもうまくできなかったようでございますが、それでもお父上は、ちょっと黙ってくれる？ああ、乃木家を守らないと、この妖怪たちも含めて消えてしまう可能性がある。だからそこら辺天秤にかけて、レイ姉ちゃんを生贄にしたりとかっていう可能性はなくもないか。重さも何もないんだけどね、命にね。妖怪たちの命も、同様に扱っているか。難しい立場だね。助けに来たって言ってたよな。姉ちゃんはどうしちゃったんだ？で、説明するのはゆいちゃん。本当にいてくれてよかった。話が進まんもんな。サイの河原って知ってる？え？親より先に死んだ子供が石を。親より先に死んだ子供。まさか姉ちゃん。お姉さんはサイの河原の鬼、極卒に囚われちゃっているんだ。その極卒が、海外にまで足を伸ばして、イギリス組んだりまで来て、本物しか出ないお化け屋敷、なんて始めたんだ。その影響かどうか、乃木の体質というか、まあわかるだろう。力が弱まったとかで、ゴーストの類が見えるようになった。そして、お化け屋敷の目玉は人魚で、お化け屋敷の最後にいたのは、乃木さんと君のお姉さんだった。僕たちは極卒からお姉さんを助けるために、ここに来たんだ。姉ちゃんが、なぜここにいる？ミケコ連れてきたのか？偉いな。父さん、明日まで帰らないはずじゃ。村の者から連絡が入ったので、切り上げて帰ってきたんだ。ミケコの案内でここまで来たが、周一、なぜ帰ってきた？お前はここにいるべきではないのだ。クソ親父。答えなさい。言うことはそれだけですか？あなたが乃木さんに言うべきことは？僕たちがここにいるのは、
野木さんのお姉さんを、西の河原から助けるためです。そのために、このお社に地蔵を戻さなきゃならなかった。地蔵は地下炉のすぐ先にあったぞ。あんたがあの地下の管理人だったなら、もっと早くに気づくべきだったな。どういうことだ？霊が、本当に。本当だよ。全部本当のことだ。てめえや村のクソジジイどもが殺したってのに、姉ちゃんはサイの体でずっと苦しい思いをしてんだよ。なのに祭りのことが外に漏れたらどうだろう。てめえやエイジの命が惜しけりゃ死ねだろう。姉ちゃんを殺して、セタロ兄ちゃんも殺して、ミケコまで殺したってのに、まだ足りねえってのがよ。そうか。もう。ならば周一、お前にも死んでもらわねばな。なんてことを。これですっとゆいちゃんがかばうんだな、のぎさんと。わしが来た方の道をまっすぐ進みなさい。旧道のトンネルがあるから、抜ければすぐに町に着く。え？周一はわしが殺した、と村の皆に伝える。もう二度とこの村に来てはいかん。お前は今、この村で死んだ。そうして、お前はこの村において、荒ぶる御霊となる。お前は神になるんだ。ずっと自分は神だって言ってたけど、いざ本当に神になるとなると、複雑な気持ちだろうな。っていうとさっき人魚が言った溺れてたっていうのはやっぱ乃木さんか。神。早く行きなさい。兄ちゃん。じゃあな。待って。僕ずっと、ミケコのことを兄ちゃんに謝らないとって。なのに僕は。ごめんなさい、兄ちゃん。ごめんなさい。俺がお前でも似たようなことしたんじゃねえの。しょうがねえな。一応、受け取っとくから。兄ちゃんのことをよろしくお願いします。当然だ。弟くん、エイジくんも元気でね。もう二度と会うこともないのかな。よろしくお願いします。はいはい。よく手入れされた小さなお社に、セタロの図像が収まっており。ミケコもありがとうな。もっかい話したかったけど。よろしくお願いします。早く行きなさい。それだけ？ 3 点リーダーが増えた。お前を村から追い出したのは、ミケコの次はお前が狙われると思ったからだ。未練をなくすため、何があってもお前との関わりを避けた。だが、わしがするべきは、そうではなかった。霊を救ってくれ、周一。今更だよな、そんなこと言われたって。ちょっと考えればわかんのかもしんないけど、乃木さんの上級が上級だったからな。もうこれ以上ないか。ミケコとお別れ？すげえ体当たりしてくる。ロケット続きかな。かわいいな。とりあえずセーブと。背中で語る。この無言、あれ？ミケコ？周一、帰る前に、ミケコ、抱っこ。でも、いくら今が見えてる、触れるって分かってても、お前に触って、もし。それに、そもそもミケコ、お前は俺のせいで。ミケコは周一とエイジの猫でよかったよ。消えてもいいから大好きな周一に抱っこしてほしい。
は、あ、消えてない。触れた。乃木さん、触れてるよ。ちゃんと触れてる。ミケコ、ごめんな。ミケコ、ごめん。ごめんな。ミケコ、エイジのこと頼むな。あと、ついでにクソ親父のことも。うん、週一、またね。うん。またね、なのか。あー、乃木さん、来てよかったね。過去に向き合ってよかったね。ああ、これで俺の家族、本当になくなっちゃった。乃木さん。ああ、独り言。乃木さん、僕たちがいるよ。僕たち。乃木さんの家族だよ。ゆいの言う通りだ。俊一。それからトンネルを抜けるまで、乃木さんは一言も喋りませんでした。手探りで暗いトンネルを歩くのか、聞こえてきた誰かが鼻をすする音は誰のものかわからないのか。トンネルを抜け街に着き、僕がお父さんに連絡を入れると、お父さんはすぐに迎えの車をよこしてくれました。どうもあれ以来僕には甘いです。その車中にいる間も乃木さんはほとんど喋らなくて、ずっと一人で何か考えているようでした。ノーマさんが手配してくれた帰りの飛行機の中で、乃木さんは一言だけ喋ってくれました。ごめんね。それから到着までずっと寝ていたようでした。乃木さんが寝ている間に、僕とロッティはあることを話し合いました。長い付き合いだから、乃木の考えなんてお見通しだよ、と。ロッティはちょっとだけ悪い顔をしていました。そうして、僕たちは乃木さんの故郷を去ったのです。